予選終了です。ここでトップ3をおさらいしておきましょう。松下、フェルスタッペン、カルロス・サインツ。これで予選は終了です。明日はグランプリの本戦になります。ぜひ引き続きご覧ください。バグー中心部に位置するアザドリク広場からアゼルバイジャングランプリをお伝えしていきます。高速でいてコーナーはきつく、ランオフエリアはごくわずか。セーフティーカーが何度も入ることが予想され、ドライバーには高い集中力が求められます。バクー市街地サーキットの1周はおよそ 6km で、20コーナーと2つの DRS ゾーンが設けられています。狭いことの中を走るレースでは、中世の建物の壁に車体が触れそうになることすらあります。美しい街並みとは対照的に、ドライバーは非常なまでのテクニックを要求されるため、ほんの少しのミスが大事故につながることもありえます。スタート前に今日のレースのグリッドがどうなっているか確認しましょう。フロントローのもう一台は松下信春、横に並ぶのはマックス・フェルスタッペン。残りのグリッドも見ていくことにしましょう。サインツ、ノリス、ピエール・ガスリー、ボッタス、リカルド、シューマッハ、アルボン、田中、クビアト、ストロール、エステバン・オコン、そしてラティフィ、ベッテル、セッテ・カマラ、ジョージ・ラッセル、シャルル・ルクレール、マグヌッセン、デブリース、ジョビナッツィ、そしてルイ・デレトラズ。さて、それではコースに目を向けてみましょう。調子だ。
すぐビットインだ。ミディアムに変えるぞ。そうだ、オーバーテイクを使って抜けるぞ。MFD を見て新しい戦略をチェックしてくれ。OK、了解した。
松下がピットに入るぞ。そろそろエネルギーを利用するべきだ。オーバーテイクボタンをもっと使え。タイヤのコンディションはまだ良好だ。さあ行け、出るんだ。レースに戻れ。リリースしろ。今のが最後のストップだ。この先ピットストップの予定はない。残る燃料は5ラップ分くらいだ。
る燃料は3ラップ分くらいだ。ダメージを検証したが走り続けられそうだ。タイムは犠牲になるかもしれないがレースは終了間近だ。難しいとは思うがそのまま行ってくれ。バーチャルセーフティーカーが入った。スローダウンしてデルタをプラスに保て。デルタが低すぎる。ペナルティーを食らう前にペースを落とせ。バーチャルセーフティーカーは消えたが、グリーンフラッグが振られるまで加速するな。コースクリアだ。オーバーテイクボタンを使ってパワーを上げろ。前にいるマシンとの差は 5.6 秒。前方のチームメイトとのギャップは 17.7 秒。
りの燃料が1ラップ分を切ったぞ。終了だ。パルクフェルムで会おう。レースが終わり、ピットウォールでは天を仰ぐ者やうなだれる者も見られますが、ここは違います。驚異的な勝利を勝ち取りました。教えてください、これほどの圧倒的な勝利になったのはなぜでしょうか。今回のコースで最も勝利に貢献した要因は明らかにスピードでしたね。少しストレートな解説に思われるかもしれませんが、結局は速いマシンが勝つのがレースです。今日の勝因はまさにそこにありました。興奮と感動のレースを終えてちょっと虚脱気味な私ですが、勝ったドライバーに比べれば大したことはないでしょう。死力を尽くして戦った選手たちが今ポディウムに立とうとしています。さて本日のラウンドを終え、チャンピオン争いはどうなったでしょうか。松下信春にとっては上々の結果、ランキングトップを独走です。さてドライバーオブザデーについてです。アンソニー、誰を選びますか。ニコラス・ラティフィです。ではコンストラクターズタイトルに移りましょう。オーナー、ドライバーのチームがテーブルの一番上に移動します。また今日はマクラーレンも力強いパフォーマンスを見せ順位を上げています。今回のウィークエンドはこれで終了です。ご覧いただいてありがとうございました。また来週お会いしましょう。
お疲れ様です。今日はどうでしたか？チームメイトが1位を獲得しましたが、チームメイトが表彰台に上がるのを見るのはどういうお気持ちで？興味深い結果になりましたが、ライバルより優位に立っている要素はありますか？どうも、以上です。これなんてどうかね。新しいパーツが無事完成した。次のレースウィークエンドに向けてマシンに取り付けておくよ。